今日は2023年7月1日、宮古島でのダイビング中、今年初めてゴマモンガラの卵が発見されました。現在ゴマモンガラはかなり攻撃的な態度を示していますので、数日間は十分な注意が必要です。皆さんこんにちは、トッティです。ついね、今年もやってきてしまいました。あのゴマモンガラがそこら中でね、暴れ狂う恐ろしい恐怖のシーズン到来です。僕のやっているダイビングショップビッグホリデー、今日ですね、一番手のチーム、ガイド中にですね、ゴマモンガラに遭遇して、襲われてしまいまして、幸いですね、お客様なのに、怪我はなかったんですけれども、まあ、ちょっとね、怖い体験をしてしまいましたと。で、お客様からね、その時の映像を提供してもらいましたので、ちょっとご覧いただきたいと思います。で、この映像でね、ブーブーブー、ブーブーブーってなってるのは、ガイドのブザーの音ですね、お客様たちを集めて、退避する、その最中という衝撃映像です。で、このゴマモンガラですね、ダイバーに向かってアタックしてくるんですけれども、歯がねすごいごっつい歯をしていまして、普段ねサンゴとかをバリ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 、かじって食べている。で、まあ人にねゴーンと接触してしまうと、本当にね流血騒ぎになってしまうほど、すごいね攻撃力を持っています。はい、ということで2023年ゴマモンガラ特別警報を本日をもって発令とさせていただきます。この夏、特に7月8月ですね、沖縄地方でダイビングされる方は、十分に注意をお願いいたします。で、この夏ですね、沖縄エリアでダイビングされる方、特に7月8月ですね、ゴマモンガラが、襲いかかってくる、季節になりますので、正しい知識を身につけていただいて、安全に楽しいダイビングをね、していただけるように、ゴマモンガラに対して、皆さんにね、知識を提供していきたいと思います。じゃあまずゴマモンガラはそもそもなぜ私たちダイバーに、襲いかかってくるのかということなんですけれども、ゴマモンガラは、その7月8月以外はとてもねおとなしい魚なんです。人に襲いかかることはねありません。むしろ、臆病でね、まあ、ゴマモンガラこんな大きいんですけど、ちっちゃい魚とかにねピュンピュンって攻撃されたり、してるのをねよくよく見るぐらい、臆病でねのんびりした、性格なんですけれども、この7月8月の満月と新月の、まあ、何日間かずつですね、このタイミングでゴマモンガラは卵をね産みつけます。で、その卵を産みつけた後に、その卵の、周りですね、テリトリーに、私たちダイバーが気づかずにね、侵入してしまったら、ゴマモンガラは自分の卵を守るためにね、命がけでダイバーを襲ってくると、いうことなんです。まあ、なのでね、ゴマモンガラはただ闇雲にダイバーを襲っているわけではなくてですね、自分の我が子を守るために、私外敵からね守るために、まあ、私たちダイバーだけじゃなくて他の魚に対してもアタックしてね、卵を守り続けると、それがねゴマモンガラが襲ってくる理由になります。で、次はですねゴマモンガラ産卵期の、対処法という感じで、実際にね、その襲われそうなシチュエーションとか襲われてしまったシチュエーションの時どうすればいいのかという、内容をお話ししていきたいと思います。で、まずですね、そもそもゴマモンガラの卵テリトリーには、近づかないでください。で、具体的にですね、言うとゴマモンガラは、主にゴロタですね、こんなゴロゴロ岩が転がっているところ、そこのゴロゴロ岩エリアに、卵をね産みつける習性がありますので、そういう
延べとした岩盤とかね、サンゴ礁のところには卵はね、あまり産みつけません。まあ、なのでそのね、ゴロタゾーンっていうのに、十分注意してもらって、通るときは、先の方を見てね、アゴモンガルいないかな、アゴモンガルいないかなっていう感じで、先に見つけてしまえば、近づかずにね、済みますので、まあ、ガイドが通った道を、一緒に通るとか、まあ、ガイドがね、こういうふうに通ってるのに、脇の方からこういうふうに、ね、離れて、進むとね、ゴマモンガルのテリトリーに入ってしまうことがありますので、まあ、先に見つけたり、ガイドのすぐ後ろをついていくという感じで、そもそもね、ゴマモンガルに接触しないというのが、一番平和なね、解決方法になっています。じゃあ次はですね、ゴマモンガルに実際襲われてしまった時、どうすればいいのかということなんですけれども、去年ですね、そのゴマモンガルの対処法っていうのを、動画で一本上げていますので、ぜひそちらの方も見てみてください。で、実際にですね、ゴマモンガルに襲われてしまったら、ゴマモンガルから絶対に目を離さないでください。もう目を離した瞬間、もうどこから襲ってくるか分かりません。もう死角からね、ガゴーンと、まあ本当に来るんですね。まあ僕、過去にガイドしてて、お客様被害に、遭われてしまったことがあるんですけれども、まあその時、本当に流血してしまって、まあ2針か3針か、縫う事態になってしまったと。まあ、なので、目を離した瞬間、もアウトだと思って、もうどんなにね、怖くても、絶対絶対に目を離さないっていうのが大事です。で、向こうもね、あ、見られてるって分かったらアタックしてくるんですけれども、寸前でね、ヒューンって U ターンしたりとか、まあ、ぶつかるギリギリのところで戻っていくことがね、実際には多いです。まあ、あとは、人間のね、反射神経ってやっぱりすごくてですね、バビューンと来たら、ピカッってこういうふうにね、まあ、なるんですよ。で、一瞬の、そういうね、ビュンっていう防御体制っていうのもゴマモンガルがね気づいて、まあ、アタックはしてくるんですけれども、ビビりますので、まあ、なので目を離さなければなんとかなると、いうことになりますので、これはねぜひもしものために覚えておいてください。では最後の対処法いきたいと思います。実際にゴマモンガルに襲われてしまったら、先ほどのように目を離さずにガイドに助けを求めて、もうね、自分で何とかしようとね、思っちゃダメです。まあ冒頭のインサートでね、ゴマモンガルが襲ってくる映像をお見せしたと思うんですけれども、ものすごい剣幕で、ものすごいスピードで、ものすごい迫力で、来ますので、ガイドに助けを求めましょう。で、まあ、僕のやってるダイビングショップビッグホリデーではですね、ガイドたちに指導しているんですけれども、もしね、お客様がゴマモンガラに襲われてしまったら、お客様とゴマモンガラの間に入って体を張って、お客様を守ってください。で、まあガイドはですね、やっぱりそもそもこの時期にゴマモンガラが襲ってくるっていうのは知っていますし、少なからずね、そういうアタックとかも、対処法を知ってたりとか、まあスキル自体もね、そもそも高いので、まあ最後はねガイドに助けを求めましょうと。で、ガイドの後ろに隠れて、コソコソとね、ガイドさんがやられている間に、自分たちはどん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 、ゴマモンガラから距離を取ってね、安全なところに、まとまって退避しましょうと。はい、ということで2023年ゴマモンガラ特別警報発令という内容で、お届けしてきました。今日7月1日で、満月が7月3日なんですけれども、この7月3日、満月 100% の時が、産卵ピークになりますので、まあ、明日、明後日と、さらにね、産卵している場所が多くなりますので、十分注意していただければいけないと。で、今日見た感じでもですね、そのゴロタのところに、ゴマモンガルのペアがね、いっぱいいるわけですよ。で、卵を産む準備をねしてるんです。ちょっと映像を見ていただきまして、まあゴロタのところでね、なんかちょこちょこやってるんですけれども、まあ産卵するね場所をまずね綺麗にしてます。口でねガリ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 やって、息バフって吹きかけて、微生物がいない状態、ゴロタが白くなるまでね、
岩が白くなるまで、そういう行動をして、きれいに卵を埋める状態っていうのを、作っています。だいたい2匹ペアでこういう行動をしてますからね。まあ、あとはなんかね、メスがね産卵毒をきれいにしてたら、オスがねメスのお腹のところ、もう卵でねすごいぷくって膨らんでるんですけれどもね、そこをねチュッ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 キス、しています。これ何のためにやってるのかね、ちょっと僕も分かんないんですけれども、まあそういった行動をしてたりとか、まあそういった感じで、今日もねダイビングポイント各所では、ゴマモンガラがねのペアが至るところでこうやってざわ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 してる感じで、あ明日か明後日にはもう産むんだろうなっていう感じで、まあピークのね、7月3日 100% 満月の日にもうたくさん、産卵をすることになると思います。で、具体的にどの期間で気をつけたらいいのっていうことなんですけれども、まあ、満月の3日前から約10日間注意してください。で、新月の場合も一緒です。新月の3日前から約10日間ぐらい、注意してください。これはですね、ゴマモンガラは卵を産むじゃないですか。で、その翌日にはねもう卵なくなってることがあって、まあ、卵なくなってるイコール他の魚にね食べられてしまってるんですね。で、そうなってると前の日ゴマモンガラここでめっちゃ激おこプンプンしてたのにもう次の日いないじゃんっていうことにもね、まあ結構あるんですね。まあ、ただゴマモンガラがしっかり、親の役目を果たして卵を守り続けてると、その産んだ日から1週間ぐらいずっと卵の周りをねうろ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 、していることになりますので、まあ、なので満月新月の3日前から10日間ぐらい、はすごく注意が必要ですよと。なので7月8月沖縄エリアにダイビング、旅行に行く皆さんはですね、ちょっとカレンダー見ていただいて満月新月近くないかなという感じで、楽しいダイビングをね、備えを十分にして楽しいダイビングをしていただきたいと思います。ではね、明日からまだ、恐ろしい、期間は続きますけれども、皆さん怪我なきように、安全なダイビングをしていきましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。